皆さんお疲れ様です。選挙について一言だけ。2001年のアフガニスタン戦争、2003年のイラク戦争で少なくとも数十万人の人間がアメリカ軍によって殺されています。その戦争を世界で真っ先に支持したのは小泉純一郎です。どうぞ。すさまじい額の税金を出し、自衛隊を派兵してイギリスと並んで参戦したのは小泉の日本です。命を守りたい、戦争や原発に反対したいと言っていた人間が小泉純一郎を支持するというのは、今までの自分たちと歴史に対する否定でしかありません。そのことを私たちは肝に銘じなければいけないと思います。これを認めることによって歴史を学ばなくてよい、自分の命を海外の人の命よりも優先してよい、このような考え方が社会運動の中に蔓延することを私は拒否します。皆さん一緒にものを考えましょう、歴史を学びましょう、そして世界中の誰もが殺されない世界を作りましょう。もちろん私もまだまだ不十分です。私にも教えてください。よろしくお願いします。私たちは12月6日あの許されない強行採決を経て、年末年始さまざまな抗議行動にも参加しながら、時には休み、時には一緒にいたい人と話し合って楽しんだということをして、今再びこの場所に戻りました。しかし 12.6 で時を止められてしまった人がいます。それが12月6日強行採決直前に国会で靴を投げて抗議をした A さんです。彼は年末に起訴をされたまま、大晦日も1日も麹町警察署、ここにいる麹町警察の人間たちのいる警察署の4階に閉じ込められたまま、1月22日には東京拘置所に送られて、今もたった一人で閉じ込められ、今年の春までは出られない可能性が高まっています。しかし彼を出さない理由は一切ありません。まさしくこれは国会靴投げ罪という法律にはありはしないものを、安倍や石破の鶴の一声で検察が A さんに押し付けているだけに過ぎないのです。裁判をする人間が拘置所にいなければ泣けない理由はありません。この監視社会日本で逃亡するのは不可能です。それを裁判所も分かっています。分かっていながら今後も安倍政権が国会の中で強行採決を連発する、その時に外の抗議行動はテロ扱いして黙らせる、国会の中で少しでも抗議の行動を起こした人間は牢獄にぶち込む、これが安倍の日本であり秘密保護法の具体化であるということを、私たちは自分の身に置き換えて A さんを助ける動きに置き換えていきたいということを皆さんにお願いしたいと思うのです。 A さんの裁判を、そして彼が一刻も早く外に保釈されることを戦うことは、今後私たちが逮捕された時に自分たちが早く出られることに直結することです。なぜならば警察、検察は誰かが逮捕された時にどれだけの人が抗議の声を上げるかということをよく見ています。その盛り上がり次第で次の人間たちをどれだけ逮捕するかということを決めます。つまりは逮捕された人が大して気にもされずに放置されているならば、10人パクろうが20人パクろうが大して知られないし、抗議の声が上がらないからひっそりと私をやるかもしれないし、皆さんをやるかもしれない、それが大勢に影響しないから、警察や安倍政権への怒りにならないからやっちまえというふうに向こうはよく世論を見ています。ですから今真っ先に 12.6 にやられてしまった彼を助けるということは、未来の自分たちを助けることになるのです。秘密保護法の再弾圧はまさに始まっています。警察も裁判所も彼がパクられたことを最初は隠しました。それによって最初の救援が遅れて彼は外に出ることが遅れてしまいました。そして卑怯な検察は最初は彼を長期拘留するために議場を一時騒然とさせた。
というものをでっち上げましたが、起訴をするときには少し表現を和らげて議場を一時混乱させた。しかしあらかじめ妨害することを企てて中に入ったから悪いんだという卑怯な起訴状の階級を行いました。こういうことばっかり考えているのが公安検事という存在です。こういうことを繰り返して自分たちが検察も一切裁かれないまま安倍政権の言いなりになって抗議行動した人をテロ扱いして逮捕し続ける、このようなことは許されません。皆さん一刻も早く彼を助けるためにあちらで救援キャンプを集めていますので、秘密法靴上げ救援の横断幕のところのところでのカンパにご協力をお願いします。そして A さんには今面会をすることができます。彼は東武伊勢崎線の小杉駅あるいは綾瀬の駅から歩いて行ける東京拘置所に閉じ込められています。彼に面会をしたい方は私たち救援会に声をかけてください。それは面会には警察が立ち会うため話していいこと悪いことというのを気をつけながら面会をしなければいけないからです。また拘置所に対しては面会する際に住所を書かなければいけないので皆さんの住所が権力に知られてしまうというリスクがあります。ですからそのことを分かった上で話し合った上でそれでもやっぱり会って励ましたいという方がいたらぜひとも声をかけてください。このようにして何としても彼を取り戻していくこと、それが秘密法の拡大に反対することにもなります。なぜならば秘密法というのは不当逮捕の拡大だからです。日本全国誰がやられてもみんなが助けていく、団体の背景がない人がやられているからこそ私たち一人一人がサポーターとなって私たちの仲間と思って助けていく、これが引いては社会運動の発展、連帯の発展というものにつながっていきます。みんなで一緒に A さんを助ける、そして全ての不当逮捕を許さずその頑強である秘密保護法を廃止に持ち込み安倍政権をみんなの力で倒す、安倍政権をなくす、全ての不当逮捕、戦争、改憲、さまざまな動きをみんなの力で止めていく、絶対にこの世界を変えていく、必ずみんなで横に手を広げてやっていけば必ずこの世界は変えることができると信じて今年も頑張ってこの国会で出てくる悪法を葬り去っていきましょう。みんな頑張りましょう。